はい。こんばんは、山良と申します。えー、良太、山田のつまらない話のやつかな。なんであげきつけるかわかりませんけどね。まあ一応、う、えーん、顔出しなしでね、配信してる分なんで、多分つまらない話したいと思います。まあちょっと速報気味ではありますけどね。まあちょっとね、いろいろと気になることとか、いろいろあったんでね、本当はね、 お盆休み中に一回生配信ができたらなぁと思ってるんですけど、まあまあやるかもしれませんけどね。ちょっと今いろいろと、えー、査定とかね、行ってきて、えー、その、えー、戻ってきたデータの処理やら、いろいろとやっていたらですね。ちょっと今日は、えー、やる時間ねえな。もうね、ちょっと、朝の4時ぐらいまでかかりましたんでね。いや がっつりやっちゃいたんで。えー、まあ、ちょっと寝つくまでの間に、ちょっと雑談でもしようかなというわけなんですけど、まあ、冒頭の方でね、多分タイトルにも入れてありますし、まあ、普通はね、タイトルに入れてあるやつをね、引っ張った方のがいいんでしょうけど、まあ、先にね、そっちの方やってしまった方のが、後までね、聞いてもらうというよりは多分、なんじゃって言ってね、切られる細いの方が、うちのところ高いんでね、えー コムドットはねあの、例の今炎上してる件についてね、まあちょっと思うところとかをね、話してみようかなと思うわけでございます。えー、そうですね。まあ今ね、まあうちのチャンネル見ていただいてる方だと、コムドットを見てるよっていう人はもしかしたら少ないかもしれない。というか私もね、がっつり、あの、というかちゃんとね、あんまり見れてないんで、あれなんですけど、 まあ今、炎上してますよ。で、炎上内容のところら辺とかでいろいろとちょっとチェックをしてみました。で、えー、荒れてる内容っていうのが、えー、と、ヤマトさんとか、まあコムドットのメンバーがね、え、撮影をしている最中に、えー、撮影途中にね、え、ファンの子が、まあ声をかけてきましたよと。で、えー、それに対してね、 あの、山さんがぶち切れるという、まあね、メンバー、えー、含めて、まあ山さんがぶち切、特にね、ぶ、え、ち、ー、切れるという、えー、シーンがあって、まあファン対応としてどうなのっていうね、えー、ところとかの話が、えー、出てたよと。で、まあ過去のね、えー、いろいろ行いとかもね、いろいろと、話題になっとって、まあ過去,過去、過去もね、結構コブロットは、基本的に撮影中、 えー、撮影中でもね、撮影中以外でも、えー、外でね、えー、写真、あの、撮ってくださいとか、そういうのはね、一切ダメよっていう、えー、スタイル、らしいんですよね。まあ、実際確かに、それではね、結構、まあ、業界では有名なんでね、あの、どっちかと,いうと徹底してダメっていう、えー、タイプと、っていうのは、えー、昨今はね、ちょっとね、珍しいですよね。まあ、一昔前はね、多かったんですけどね、えー、そういった芸能業界っていうのは、うん。 なんですか。まあ最近ではね、あんまり、えーえー、聞かなくなったパターンではあるんですけど、結構ね、そ結構強固的にそっちのタイプということで、それがね、えー、いろんな、えーね、ファンの、えー、一般の人たちから、ね、批判を浴びてどうのこうのって言って炎上してると、えー、いうことらしいんですけどね、えー。で、あと何だったっけ、過去に、 あの自分たちがね素人の人たちを移してねそれをあの格好とかをねあのいろいろとネタにして,たりして使ってたっていうのも,もう出てきたりしてね、うん、だいぶ昔のやつみたいですけどね、えー、それがね、えー、自分たちはね素人の方を取っといて、えー、自分たちは取るなんておかしいだろうみたいなことでなんかまた、えー、炎上に、えー、火に油を注いでるっていうようなね、えー、ことらへんらしいんですけどね。 まあ、このあたりについてね、えー、うちのところはとりあえず、えー、タイトルにもね、出してあると思いますけど、まあ、コンプライアンス的ね、視点からね、一回ちょっと切ってみようじゃないかと。ね。まあ、一応ね、大人なわけです。社会人はずっとやってるわけでございますよ。まあ、戦力外も何回もくちゃってますけど、えー、っていうなね、中で、えー、やってるんでね。まあ、一応、コンプライ研修とかね、まあ、逆にこっちがね、コンプライアンスについてね、あの、 部下とかにね、教えたりとか、まあ今はね、もう完全に平野、平ね、えー、ところでね、えー、下っ端の下っ端でやってますから、ですけど、一応昔はね、ちらっと管理職的なこともやってね、まあ大崩壊したんでね、えー、早々隣席陣をしたりとかもありましたけど、えー、 とういうようなね、え、こともね、あ、一応店長とかやってましたからね。ってことは一応、コンプラについてね、バイトの子とかに教えないといけないとかって言ってね、まあ、うちのところは、まあ、相当適当にやってましたけど、会社っていうか、私がね、うん、コンプラに関してはね、そんな感じでしたけどね、あのきき、きっと教えたからね、完璧にできるようになりましたでね、なるもんじゃないですかね。そんな、あのね、やばいもんじゃないですかね、コンプラはね、 えー、というか、あの、基準もね、どんどんとね、刻一刻と変わってきますね。それは法律が変わるものではなくてね、えー、それ以上にね、えー、特に日本の場合はね、民情的なところとかがね、大きくなってきたりするのでね、厄介だったりするんですけど、まあ今回もね、コンプラということで、まあコンプラって実はちょっと基準が、コンプラって言葉ってすげえしっかりとした基準がありそうなようで、実は基準がないところですんで、うん。 今回の場合は本来の競技的な方の意味ね、あの、いわゆる法律的な問題としてはどうなのっていうところらへんですね。まあ、そこがあの、倫理とか含んできたりするんで、そこくややこしい話になってくるんですけど、えー、まあ、ここではね、とりあえずまず法律的にはどうなんだろうなっていうところをね、まあ、私は法律専門家ではないですけど、一応その、う、あの、肖像権とかそのあたりに関しても、一応ね、 動画の投稿、まあ十何年もね、やってる兼ね合いで、一応そのあたりに関してはいろいろと調べたりとかね、調査したこともあるんで、まあ最初はね、知ってますからね、というところで、行くと、どこが法的には問題なのか。その、今ね、わーっと言われてるので、例えばね、その、ファンの子のね、対応しないのは、ね、良くないとかっていうような話とか出てますけど、正直ね、そこら辺に関してはね、えー、まあ、だってそういう人を嫌だっていうんだったら別に、あの、ね、あの、 登録解除してね、もう見なきゃいい。別に他にもいっぱいいろんなね、人いますからそれで、ね、それを見ればいいでしょうし。まあ、最近だったらネットフリックスとか他のね、ネットのところとかもでね、ちゃんとした番組とかもめちゃくちゃ増えてるじゃないですか。アペマとかもね、出てきて、まずするわけでございますよ。えー、だったらね、そっちの方を見ないでやってんだったら、別にそれは選択の自由ですからね、全然それを選んでしまえばいいんですよ。うん。 ですけど、それでもいい、それでも山とか見たい、それでもコムドットが見たいというね、人は別に見りゃいいっていうだけの話なんでね。そこに関してはね、なんて言ったらいいのかな。それはそれ選択の自由があるわけですからね。うん。まあまあまあ、批判するのも別に、なんか誹謗中傷へね、ダメだってあれですけど、まあね、そういうのに対する批判とかっていうのもね、別に、あの、個人の意見なだけですからね。あの、それにいちいち傷がつくとか、その、ファンの子も含めてね、そういう意見 意見をのね、コメントとかを見るとね、心が病むとかっていう、あのね、メンヘラが多すぎます、日本は。あんまりにもメンヘラが多すぎる。あの、まあ、これはね、まあ、理由は単純で、あの、まあ、ね、まあ、よく私は心の炭蔵っていう言葉を使ってますけど、炭蔵ってあれね、鉄をあの、熱い時にガンガン打って、あの、伸ばしたりとかして、あの、か固める作業のことを炭蔵っていうんですけど、日本の、あの、その、あの、 メンタル面の,あのやり方って基本的に鋳造生産なんですよね。鋳造だと大量に作れるとか、ね、あの安定して作れるとかっていうところとかもあったりするんですけど、胆、え、造、ー、だとコストがかかるとかっていうね。えー、ですから、温めてあの打ちつけてっていうようなあのメンタルの鍛え方を鍛える、ね。まさに鍛えて作るで胆造っていうんですけどあの、メンタル面を鍛えるっていうことをするんじゃなくて、そういった、あの、 心にね刺さるような言葉とかを一切排除するような流れできれいなあの心に育てましょうっていう感じでやるんですよね。まあそれが結構その今のこの、えー、ね誹謗中傷だどうのこうのっていうところでもね、えー、非常にあの 難しいところになっておって、あの、結局、どん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 と弱体化をし,していくもんで、前だったら普通だったことが、それが、あの、それで、あの、自殺をしちゃう人が出ちゃうとかっていうような、ね、ところとかにもなってきたりするんで、だから、そこら辺もすごく難しいし、で、しかも、今のその、コンプライアンスとかそのあたりのことは、って言ってるところって、あの、よくね、あの、JAL の CM なんかでも、ね、JAL かななんか、どこかでも、こう、 あの、あの、一人でもね、あの、不安になるようなこととか、一人でも悲しむような、悲しむ人が一人もいないようなね、あれを作らないといけないみたいなね、こととかね、結構出してたりするんですけどね、あの、一億人向いたら無理なんですよね。うん。ね、それはね、あのね、かなりね、難しい。あの、その、製造、 においてはね、例えば100万個作ってね、1個、1日1万個生産できるね、パートを作っているようなね、あの、細かいパートを作っているところでね、100日に1回ね、不良品流量しましたって言ったら、まあ大問題ですよね。ですからそうすると、100万 100番に1個、で、は、出ます、ね、出て流れちゃいますよって言ったら、それは大問題になるわけなんで、えー、そうまあ日本の場合はね、うん、書いてたら全然、あの、それぐらいの、ね、レベルでバッカバカ出てきそうな、中国とかだったら全然あ,あるんで、それがどうしたあのね、いう、いうところなんで、あれなんですけど、うん。そういうもんだろうっていうね、あれ、あの、メンタルでやるんで、えー、まあ逆に使あの、ケツのところでね、最終のところも、えー、 えー、あの、気をつけ使えやっていう <laughs> ところだったりするんで、まあ、そのあたりも、逆に、逆に言うと、あの、超メンタルガン、ガンギ体にするタイプですからね、中国は。あの、もう、殴り合い、すごいですからね、言葉の殴り合いがすごいところなんで、うん。えー、っていうのがあったりしますけど、なんだったっけ。うんで、えー、そのメンタル面ね、そういうような鍛え方がね、できてないなっていうところとかね、 あったりするっていう中で、まあその言葉のズレとかがあったりするんでね。うん。そのあたりとかが、まあ、非常に、えー、日本の場合は、まあまあ、これはもう、さっき知って教育面はどうかなって思うところはあったりするわけなんですけどね。うん。まあもっとね、あの、だから、ちょっとずつね、あの、ちょっとね、 あの、強い、あの、それこそディベートとかそういったようなところとかね、そういうようなね、あれをね、来させたいけ,けないんですけど、そもそもね、教育、教育業界の人たちに、そういったような、鍛え上げてやっていくっていうタイプのやとかできてなくて、えー、明らかな果てにそこに、あの、 ええー、いやはりモンスターペアレンツとか、そういった問題とか出てくるんで、だから教員やんちゃうんですよね。うん。そもそも鍛えるようにしようっていう、教員側が、えー、そういう感じなんで、あの、ごく、まあ、ごく一部はいます。ごく一部はね、あの、そういったメンタル強い人もいるんですけど、あの、メンタル弱い人がほとんどなんで、その人,人たちが、あの、ね、さあ、鍛え方をって言ってもね、同僚なんですよね。うん。っていうところがあったりする。うん。 まあまあ、してやそれよりもねあのちゃんとしたあの、ね、あの善良なねあの教育をあの勉強して真面目にやってとかっていう、ね、タイプの、えー、人たちの後回りなんで逆に言うとだからあのもっとねあの おおまあ、落ちぶれたって言ったらね、あれかもしれませんけど、まあ、うちもね、完全に落ちぶれ組なんで、あれなんですけど、そういったところの方の、ね、いわゆる底辺な方がね、えー、そういった殴り合いは必然と起こりますんでね、もう、ましてやね、うちなんてニコ動で15年やってるわけですよ。まあ、まあ、言葉の殴り合いで言ったら、ね、ちゃんとニコ動はね、ニコ動のコメント欄、えー、あね、ここはね、まあ、すごいですからね、うん。 まあ私はね、ニコ道でもね、キモウタって言われるような人間ですからね。まあ逆にね、もうは名誉にしてますからね。まあ、ニコ道のコメント欄がキモウタって言うんだから、俺はキモウタの,あのね、堂々とキモヨタクとなのって問題ないだろうと。相当だぞって。ニコ道でお前ら言われたことあるかと。<laughs> ね、いうこととかやってますか。ど、まあ、そもそもニコ堂で実写でね、こんなね、キモい男がね、えー、そのまま配信してるとあんまりないですからね、えー、まあいいんですけどね、うん、どうやってね、あのそ,それぐらいの,あの,あの,あの感じのところでずっとやってきてたんですし、まあ、接客業やってたんでね、あのお肉そねあの、メンタルフルボッコにされますからね、あのお客さんからも上司からもね、えー、さらにね、えー、部下からもね、フルボッコにされるんでね。うん 結果的にね、えー、脂いわゆる、あの、夜中で言う、あのね、えー、4ね、4にね、ねって書いてね、えー、ちょっと読み方を変えたら、し、し、みたいなね、言葉とかは、あの、もうダメ、みたいな感じになっておって、まあ、これは、あの、もう法的にもね、あの、これを言ったら、あの、完全に、ポンプラ的に、あの、完全に、はい、あの、アウト、いや、あの、誹謗中傷のラインに引っかかるんで、あの、 はい、もう絶対アウトっていうね、うん、いうところになってるんで、あれなんですけど、うん。あ、ちなみにし、死ねっていうのと死ねっていうのもいか言っちゃった。あの、殺すっていうのはちょっとまた、あの、犯罪の度合いが変わってきますからね。お前を殺すみたいなこと言うと、作通配予告になるんで、あの、こっちの方,の方が重たいはずです。うん。あ あの、非常にね、やばいことになりますんでね。そこっちはね、あの、またいと言わない方がいいですよ。ええー、っていうことなんですけど、ええー、それはまた、あの、いわゆる誹謗中傷のところとはまた別のライン、もう一つね、突っ込んだところのラインになってきますんでね。うん。で、なんだったっけ、コムロットの話かどうしてそこら辺に飛んでたんだろまあ、そんな感じで、その誹謗中傷はどう残るの,このとかっていうね、あの、 難しいところ。難しいっていうふうにね、とりあえず、ニ越シときもって、そのあたりもね、えー、語り出したま合、いくらでも語れる気はするんでね、またそういうのもね、生配信とかでね、えー、また言ってきたいなと思うんですけどね、なかなかね、せね、生配信やす時間がね、うん。まあ、一回、今、ストックでね、 あの、取りやめてる動画、これをなるべく放出して、ええー、動画のね、ネタの方がね、ある程度出しきれってきたらね、ええー、またちょっとね、ええー、ええー、まあ、毎日動画ショートでね、ええー、入れることによって、まあ、保管するとして、ええー、みたいな感じでね。で、そうすれば多分生放送する、ええー、編集時間に、ね、余裕できて、ええー、配信する時間もまたできてくると思うんでね。一応そういうような感じで、 えー、組んでいきたいなと思ってるんですけど。えー、で、その、今回の場合は、その、誹謗中傷部じゃなくて、肖像権の方の問題ですよね。その、えー、撮影をね、あの、盗撮とか肖像権とか、その辺りのところの、えー、問題のところについてね、ちょっと話そうと思います。まあ、えー、実はね、これについては常に動画、<laughs> 肖像権等については、えー、動画が撮ってあります。じゃあ、過去にね、 えー、詳しく解説してる動画があるんで、えー、徹底的にその何が、えー、肖像系の侵害になるのか、えー、どこ、どれがね、YouTube で出したらダメなのかっていうようなね、えー、とこら辺の、えー、ところについて知りたいという方は、いずれしそっちの動画、ちょっとね、1時間か2時間ぐらいね、え、の中長着のね、動画ですけど、徹底的に解説してる動画があるんで、えー、そっちを見ていただいたらいいかなというところなんですけどね。まあ、ここではね、ざっくりと、えー、やっと、 言いたいと思います。そのあたりについて、まあまずえっ、ー、と撮影中にねファンの人が話しかけてきて、えー、写真撮らせてください、撮ってくださいとかって、えー、いう人が来ました。えー、それをいや、えー と、が、中止になってあのあの、あの、ぶち切れて、えー、ね、お返したっていうところなんですけど、えー、これ、えー、法的にはどっちがまずいのかっていうと、大和さんじゃなくて、大和さんは法的なところで言うと、うん。 その、追い返すときにね、あの、誹謗中傷するようなね、言葉とかをか、あの、かけるっていうのがちょっと、え、に引っかかるかどうかっていうところが微妙にはなってきますけど、そもそも、えっ、ー、と、撮影断るというのは、撮影中に、撮影、あの、とかじゃなくてもね、撮影中に関わらず、写真撮ってくださいっていうのを断るとか、えー、無断で写真を撮るっていうのを、あの、やめろという、っていうのは、これは、あの、 全然法的な権利としてはも、あの、山本さんとか小室とは持ってるわけです。これは全員が持ってます。えつ、ー、まり、取られるということに対してなんですけど、 あ、この人、コムロットの山本さんだって言ってカメラを向けてるわけですね。この時点で肖像権は絶対に発生しますんで。えー、ということは、無断に撮影したり、許可なく、要は許可なしに撮影をした場合は、これは全部アウトで、あの、いいですかって言ってダメですって言われたら、えー、撮っちゃダメなんです。えー それは、あの、うん、それはおかしいって言って取ったら、えー、あなたがおかしいです、えー。完全に、あの、あなたが、えー、法律を犯す行為になります。肖像権の侵害っていう形ですね。になります。肖像権っていうのは、えー、移り込みと肖像権の違いというのはあ、この人だって、えー、特定をして取る場合ですね。 でに、に、えー、肖像権が発生します。まあ、これちょっと二つパターンがあって、一つは、有名人と分かるような場合とか、もしくはね、あの、知り合いとか、えー、家族とかで、明確に代々さんだって分かるっていう感じで撮ってる場合。 えー、これは、ね、個人が特定できる取り方っていうかたあの、えー、感じに形になるので、えー、これがダメになるっていうのが一つ。で、もう一つは映り、えー、込みにならない。えっ、ー、と、全くミス知らずの人なんですけど、パッと取って、ね、いわゆる例えば、えー ちょっと背が、えー、高い人とか、まあおね、おっぱいの大きい人がめちゃくちゃ歩い,あ歩いてきました。しかもね、すっごい薄着でね、えー、下着みたいな格好でね、おっぱいの K カップぐらいあるね、えー、お姉ちゃんが歩いてきましたって言ってね、パッと取って、でっけーっと,とかってね、えー、私が取ってたとします。だとすると、これはあ、その人を特定して、特定の人のを対象として、 その人を対象にカメラを向けたという形になるんで、これは NG になります。じゃなくてね、勝手にね、歩いてて散歩、うちなんか散歩動画とか撮ってますけど、とかで、全くね、気にせずにするとね、あここにこんな建物あるんですね、という時に、そのお姉さんが映ってたとしたら、下着姿の人が映ってると、別の方のね、年齢制限とかそっちの方にかかる可能性はありますけど、ね、 なんですけど、基本的には、その、肖像権っていうのは、その、ね、建物とかとしてて、その、周囲に人がいてね、それがたまたま映りましたよっていうかっていう場合はダメです。で、えー、もうちょっと言うと、本来は、結構、あ、ここにこんなに人がたくさん並んでますねとかって言って撮るのも、は、えっ、ー、と、微妙なんですけど、一応、これはね、えー、政府にはなるはずなんですよ。っていうか、そうでないと、街中映してる、あのー、 よく NHK であの、もう、今日はもうしょ、あのね、雪が降りまして、あ,あの、大雨でとかって言って、傘をね、さしてわーってなった人とか映してるやつあるじゃないですか。あれって映り込みとのグレードゾーンなんですよね。あ大雨が降ってて傘をわーってやって,て、傘飛ばされてる人っていうのを映してるっていう、ね、のが、えー、流れていたら、 完全にその家庭の対象物として見えるっていうのに、肖像権、そう、実は肖像権のところ、微妙なところなんですけど、まあ、コンプレのうるさいところで、あれがケ、OK、ーなんだったら、あれがケ、OK、ーなんだったら、それは、あの、映ってて、あ、行列とかこれ、ね、このできてますね、とかっていうところで、これ、モザイクを別に入れなくても、うん。 だって、じゃあテレビ見たってアウトじゃないですかってな,なりますからね。え、し、海外とかでも、そこで、モザイクこれ、海外を本当に人の感じをモザイク入れるっていうケースがほとんどないですから。うん。 うん、あの、ね、うちも海外の、えー、サイトも見るんですけど、まあ、こんな日本みたいに、あの、通行人の人とかに、あの、モザイクを入れるとかって、あの、海外の人が作ってるやつじゃ全然見なかった。海外の映像でも日本人が作ってるやつだと、モザイク入れてたりするの見,見えるんで、あの、すぐに、あ、あ、日本人の人なんだろうなって、や、うんか、だったなと思って、やっぱアジア系、日系の人とかでもね、えー、やってますけど、うん。いや、それは全然、やっぱし、うん。 ありますよねっていうところだったりしますんで。だから、その、そこら辺法的には、全然、ね、えー、えー、コムロットの対応って間違ってなるんです。うん。間違ってはいないんですけど、問題はそのコンプライスを講義で見たときに、うん。えー、いわゆる有名税とかそういうような話になって、ね、こんなんだって法律で決まってるわけじゃないんですから。え <laughs> もうちょっとあのこの辺に関しては、私の意見としてはね、まあ皆さんとしてはね、それは貧困、あの、ね、あの、 貧困法制なんで、そのファンの人たちに対する態度として、ユーチューバーとしてどうなんだってことを言ってますけどあー、意見が多いみたいなんですけど、うん。だって嫌な、いい、嫌ならみなけし、それでもいいっていう人が見ればいいだけのお話なんですよね。うん。 それを、その、いや、そういう人を見るのはどうだっていうような感じでやると、その視聴者の人の人格否定とかになるんで、えー、それはちょっと法的に引っかかってくる恐れがあるから、あの、批判するのは批判するで、そのあたりは頭に入れて批判しておいた方がいいとは思いますよ。まあ、あのそういうところとかね、気にせずはっていう人はね、多分そもそもこんな動画とか見ないと思いますけどね。うん。まあ、 ですからね。まあ、その、これなんで起こるかというと、まあ、結局自分の正義感のところの問題なんですよね。あの、普通こうだよね。普通、有名人、ユーチューバーだったらそういうふうに声をかけられたら嬉しいし、えー、そういうファンタイヤとかをちゃんとする、紙対応をする。 ってなんてよく言うじゃないですか。神対応する人が、やっぱし素晴らしいし、日本人のね、ユーチューバー代表として有名になってもらいたいよねっていうところがあるんですけど、それってあなたの感想なんですよね。日本人の価値観とかっていうものを、っていうふうに、あの、すり替えているだけであの、すごく自分の一番理想な形っていうのを、バッと押し付けるっていうのが、えー なぜかね、日本では結構まかりところ。これね、あの、すごく、なんだろう、発想がね、実はこれ何,何に近いのかというと、これ共産主義の発想に近いんですよね。あの、全体主義発想っていう、全体主義思想っていうんですけど、えー、日本って一応個人主義。 ね、個人主義。だから、ね、表現の自由があります。そのこの手でしょ。えー、っていうところなんですけど、えー、どういうわけかね、日本ってね、あの、孤独と国民性とかそういうような話とかにギュッとまとめて、えー、結構、全体主義的な発想にいたりとか、あの、いや、結構個人に走ってるというような人でもね、海外のそういった議論とかのところとかと比べると思う、 うん、全然、あの、全体主義的な考え方の人が、うん、高いなっていう人が多いのがあるんですよね。あ今回の騒動もまさにそれがそれで。で、しかもそれで、あの、炎上の塊がこういう形になって、とかして、あれがあるんで、で、そうするとなんか、あの、そんなに別に禁止しなくていいじゃんっていう人が、海外の人多いんで、だから炎上とかしても、あの、海外の炎上の場合は、例えば人を殺しましたとか、レイプしましたとか、えそういうので、あの、 そんなのをね、あの、あの、伸ばらになってどういうことだとか、そういうような感じの,あのレベルのところの話とかが多いんですよ。日本どっちかって本当にガチ犯罪とかをしたよとかっていうので問題になったりする。まあ、だからビッグモーターみたいなね、ところとかに,、うん、になってくるわけですけど。だからあんなのでたらもうああなっちゃいますよね。もう、うん。どう、うん、ね。 っていうことでございますよね。うん。日本人だったらもう、あの、気絶をしちゃうレベルのあれなんですけど。うん。そこら辺がいわゆる議論の最初になってところになってくるんで、うん。そもそもね、うん。ね、え、ここのところでやってるって時点で、まあ、言っち悪いけど、あまりにも日本の言論、 の、あの、言論のところとか、そういったところの、あの、レベルが、もう、地盤沈下がひどすぎるっていうところが、実は一番の懸念点だったりします。ぶっちゃけはね、私の中の懸念点はそこなんですけど、もっと、あの、レベルの高いところで、議論するのにもね、あの、いくらでも議論をすることは大事、いや議論をするなとは言わないわけです。ただね、あの、人間には与えられてる時間って有限なのでね、あの、 レベルの高いところのね、話をね、で、ちゃんとレベルの高い地見のところで、あの、やってないと。こんなね、あの、低いところのところにね、あどこだやってね、荒木くらしすんまないってね、えー、まあでもね、日本の国会がでレだからな、岸田政権がでレだからな。<laughs> まあ言っちゃダメか。それ以上言っちゃダメだ。うん そうだよな。まさにそれの代表みたいな感じだもんな。検討法って出言,言っちゃダメだ。これ以上はダメだ、危ない危ない。政治コンテンツになってしまう <laughs> っていうことなんでね。まあもう、きまどいところばかりやってもいいんですけどね。ううん、で、なんだっけ。で、えー、法的なところね、とかで、とそういうところがありますよということなんで、えー、そもそも同意なしで撮影したりするのがね、どうかっていうところだったりするんですけど、えー、それで ち実はちょっと痛い,いのは、あの、コムドットとしては実は痛い,いのは、その過去動画で素人維持をしちゃうよって素人の人をマートルとしてね、あ,ーあの人がいるとかって言ってね、やってたらしいんで、えー、これはね、これは、多分、その、焦尊権的なところで、あの、結構危ないよっていうところなんで、うん。多分関かので n にはなら、あのね、にならないところのラインではあるとは思うんですけど、あれはね、結構小権、焦尊権の、 えー、ところとかに、えー、引っかかってくる恐れがあります。うん。なので、ああいうのはやらない方がいいですよ。うん。うちもね、実はあの、ファッと映しててね、ファッとね、あの、吐いた人でね、なんやねんとかって言ってるようなところとかは実はカットしてます。あの、うちの動画でね、そういったところとかで、あの、あしてるのでね。まあ、もううちはあの、えー、ね、あの、本人にね、同意とかもらってる場合は、また全然話は変わってきますけどね。っていうところがとかありますけど。 えー、だからこれ、この絵はね、あれになってくるとちょっと映り込みとは言えないというところも、まあ、結構ギリギリのラインになってくるんで、あそこもら辺は、えー、え、撮影する側としてはね、えー、あまりああいう企画をやらない方がいいんじゃないかなってところなんですけど、ここに実は、えー、抜本的なコムロットの、えー、多分抱えてる問題っていうのは、実はその批判対応とかうんぬんとかにも、まあまあ、まあ、かい見えてはいるんですけど、 うん。多分ここが、ね、痛い、痛いところだと思うんですよコムロットは。あのね、決定的にメンバーの構成を見たときに、決定的に欠落しているところがあるんですよ。これはね、えっ、ー、とね、逆に欠落してないところ、グループのところっていうと、うー東海で別にはね、絶対的にね、そこのところが大丈夫なんですよね。フィッシャーズもね、実はちょっとこの辺りはコムロットに近いところなんだけど、 まあでも、メンバー全体で何度かそこら辺を補ってはいい感じはあるのかな。だし、えっ、ー、と、そもそもウームに所属してるっていうのがすごく大きくなってくるところだと思うんです。これ何かというと、コムドットって絶対的に今、あの、ここが欠けてるなっていう思うのは参謀役なんですよね。コムドットって参謀役が、 ヒューガーとかか、参謀役なのかって言われて、ちょっと正直、そうではない感じなんですよね。まあ、いわゆる、あの、まあ、どっちかちょっと最強の武将、えー、武将というか、ね、兵隊のところあるのかなっていうところですね。行動力がしっかりとあるメンバーが揃ってるし。で、それに対して、ワントップでね、えー、ヤマトが、えー、頭脳となり、リーダーとなり、 で、バーと回してるからうまくいく。で、これって日本の組織では結構多いパターンで。で、これによって、ある程度は、うんとあの、やっぱね、成功するんです。特に小さい組織だとこれってすごくあの成功しやすくて。うん。えー、要は、えー、参謀っていなくてもなんとかなるっちゃなるんですよ。うん。 ただ、えー、参謀がいないとこういうことも起こりやすいということですね。えー、要は、カウンターパーターがいないっていう、ね、言う、いうない方したらいいのかなと思うんですけど、えっ、ー、とね、明確にいるのは東海オンエアとレペゼンスね。えっ、ー、とね、東海オンエアだったら要は虫メガネさん、リョウさんですよね。徹夜っていう、えー、絶対的リーダーなのか。 なんか、ずっと動画を見てると、絶対的リーダーなのかどうかって、なんか、だんだん不満になってくるときもあるけど、まあ、でも、リーダーとして立ってるじゃないですか。まあ、逆に言うと、あの、いわゆる、あの、日本の、あの、大企業とかに多いパターンのあれですよね。ねリーダーシップをがっつり取っていくパターンじゃない。大企業って、その、あの、今成長してくけど、ソフトバンクとかは別にですよ。ああいう感じで、カリスマ、社長がいてどうのこうのっていうところじゃなくて、日本の人は上場企業を売って300社ぐらいあるのかな。 もっとあるか。もっとある、えー、ところですけど、えー、その中の社長さんの名前言えるところってどれくらいありますかってところなんですよ。で、まさにほとんどのところは言えなくて、実は東海ウェアって本来はそういうタイプなんですよね、て,てっちゃんが。で、えー、それに対して、えー、じゃあこういうふうに決めましょうっていう、あの、今、品をしていくような、えー、いや、頭脳となってね、えーえー、判断力、 最終判断は、ね、最後はリーダー権限で、徹夜が、もっといけるいや、こうした方がいい、ああした方がいいっていう、ね、周りの人はみんな言うし、中でもね、特に、えー 虫メガネさんとか、両んとかが、例えばスケジュール管理とかのところとかを、ね、で、いろいろ管理とかをやってっていうようなところで、こそれは本当にダメだっていう時には、えー、絶対的に止めに入るし、まあ他のにもね、あそこの場合も周りに他にも大人の人がいっぱいいる。ね、プンさんとか、高岡さんとかもいたりするし、まあウームっていう会社があったりするんでね、うん。そこのところ、えー、ところとかが、えー、動くような、いわゆるカウンターパーター、いや、あのリーダーが、あーいざ、 っていう時に非常ブレーキ役ですね。要は。非常ブレーキ役であり、ATS の侵略みたいな <laughs> えところのところ。っていうのが、まあ、動画読みはわかりやすくなるし。で、レペジェンはね、あの、最初はもう DJ シャドウのワンマンのやつで、それでわーって言ってるんだと思ったんだけど、イテムたらね、あれ、そこは面白くて、あの、フォイ君ですよね。フォイ君は超名産坊っすよね。俺、絶対フォイ君って、あの、武闘派の、あの、あの、いい景気行動員。 な、イメージだったんですよね。だったんですけど、ざいなね、よーくね、生配信とかも見てみると、めちゃくちゃ、あの、参謀役として、うまく社長を転がしてる、転がしてるってか。えーえー、っと、うまく社長が、をがの、 本当お前あの、社長の、なんて言ったらいいの基本的には、あの、やる気とかモチベーションを削がないように、えー、かつ、えー、ちゃんと軌道修正をしてあげる。で、なおかつそれが効かねえなってっ時は、ちゃんと市場ブレーキをかける。社長、それダメって言って。バシってかける。あのね、判断基準が、あの、 あの本当に、あの、フォイ君すげえなって、あの、実はレペゼンの動画をあの見れば見るほどそこのところがすげえな、あの、見れば見るほどフォイ君すげえなってなりますもんね。うん。えー、だからそこのところとか生配信とかをやったときにやっぱりフォイ君うまいなってなるんます。あの、基本的に細胞役の人はそういうところがありますよね。えー、っていうのがあるんですけど、うこ、ん、の でそこがないんだよな。多分、意見を言ったりとかあるんですけど、あの、絶対的には非常ブレーキボタンが押せる人が、ヤマト以外にそのボタンが持たされていない。仕掛けられないっていうのはあるのかなっていうところで、うん、その方のが、あの、伸びるときは伸びますしね。うん。うん。し、その、 保険をかけるみたいな感じになるんでね、あれなんですけど、だから保険をかけるのとはまた別なんですよね、参謀役を置くっていうのは。で、今は、で、結局、じゃあ、どうしてこうなるかっていうと、山とか有能っていうのはあるんですよ。山とか有能だから、リーダー兼参謀なんですよね、今。まさに。でも、山とってリーダーにもなれるし、参謀にもなれるんですよ、確かに。だけど、リーダーをやりながら参謀をやるっていうことは、これがね、 結構禁じてるね、難しい。リーダーならリーダーとしても、えー、傍着無ちにあの振る舞い続けていくるから、そうじゃないけどね、えー、の方がいいし。で、えっ、ー、と、参謀にもなるんだけどっていうところでいくと、例えばね、えっ、ー、とね、近いのはね、だからヒカルさんなんですよ。ヒカルさんも頭も切れるしあの、頭も切れるし、行動力もあるし、リーダーシップもある。うん。っていう中で、じゃあヒカルの方、 ところが、まあ、どうなのかっていうと、急ブレーキ、じゃあ誰か市場ブレーキ、他にかける人いねえじゃんって思うかもしれないけど、実は、マイさんにちゃんと市場ブレーキ渡してるんですよね。それは、えー、ど、単独の会社で取締役とかっていうような形で、あの、要は、えー、株主配当5050 50にしてるんでしたっけ、えー、っていうような形であの、ちゃんとシステムとしては、市場ブレーキの権限をマイさんに持たせてるんですよ。うん。 あの、ミスさんが主要ブレーキを受けたところでヒカルさんが止まれ止めれるのかどうかはれてね、すごく怪しい感じはしますけど。でもちゃんとシステムとして、あの、だからシステム構築ができてるんですよ。それが多分、 コムロットって単独じゃないですか。単独の会社でやってだから、事務所所属だったら、えー、それをあの、大人の人が、ね、で、わーわーわー,ー,ーやる。まあ、それが逆に言うと、足かせになっちゃうんで、結局面白くない動画になってたりするんで、クリエイターとしてはそれが致命傷になったりするんで、うん。それが絶対そうしないとダメですよ、と思う。俺は言わねえです。俺は言わねえんですけどね。うん。まあ、そもそもうちのところもね、だから、うちは何かというと、 あの、うちがリーダーって形になってるんですけど、本当はね、リーダー別に欲しいのは欲しいんですよ。別に、単独でね、これから動画とかやっていくよとかっていうんでね、組織化してやっていくんだったら、リーダー絶対変えるんですもん。うちはね、どっちかというと参謀役なんで、参謀役の方は、ま、まず、あれがあります。カウンターパワーが打てるし、えー、そういうような、仕事もそうでね、いわゆるサブやってる時にはめちゃくちゃ成績出します。だけど、リーダーになるとね、 まあ、崩壊するっていうね、えー、ところがあったりするんでね。うん。リーダーシップを取ったいっていうよりは、まあまあ、えーね、リーダーの人があやって、まあ行動力もあったりするんで、一応その、リーダーって形でね、まあ一応ここも20年に、あ、でもね、実は初期はね、俺ね、リーダーじゃなかったのよ、ここの。 <laughs> ここのメンバー。あーえっ、ー、とね、西日本支部長っていう扱いでしたからね。そうそう,そう東日本の支部長。ね、すねおさんが、すねおさんが、えー、いて。まあまあ、共同リーダーというような感じで、うん。まあまあ、何やかんやと、うちもね、いろんなことを声出しながらとかって感じはあったんですけど、まあ結局今はね、まあ、ずっとちょっと落ち着いてね。うん まあ、うちがリーダーっていう形でずっとやってますけどにだから、23年のうちに最初の3年ぐらいかな。うん。共同みたいな感じになってましたけどね。うん。だから、まあ、20年ぐらいはもう、うちが一応リーダーって、代表っていう形でね、ずっとやってますけど、だからリーダーって言い方じゃなくて、一応代表って言い方してるのは、それもありますね。うん。まあ、どっちかというと、リーダーシップを取っていくっていう、あれじゃ、 ないですからね。まあ、行動力がね、えー、いざやるぞってなった時は行動力もポンと、えー、ある程度ある方なんだと思います。えー、なのでね、うん。 最低限のとこいうふうに回すし、そもそも、そういったところでガンと回して、る燃えときたりとかがないんで、あのほほほ、西中、こんな十4 5、4、年もね、400人とかでね、全然見てもらう人がいなくなって、動画投稿を続けられるのは、そういうところに実は、聞けとかったりす,するとは思いますけどね。うん。うん。うー、ん、しかいない、リーダーがいない字とはね、ここの実はは、う、え、ち、ー、のところの問題はそれだったりするだから、えー、 そこのところが、結局、コムロットはどっちもできちゃうだ。頭の回転も早いし、山戸って頭の回転も早いし、地癒もあるし、えー、えー、ね、その、 基礎、教、やる、教養とかそのあたりとかもすごくあるし、で、行動力もある、リーダーシップもあるっていうところなんで、兼ねてできたようですね。自分で考えて、あの、動かしてね、わ、まあ、と、えー、できるんですけど、うん、そこの結局、今まではそれが、のいいところがずっと出てたけど、今ここに来て、 三本役不在っていうのがこれだけファンの人が増えてきた。お客さんが増えてきた。えー、ことによって、えー、そこのところカウンターパートを打てる人がいないっていうのが、うん、厳しくなってるのかな。だから、誰か出てくるのかな。メンバーの中に出てくるのか。うちが思うのは、ヤマトのリーダーシップから、より強いリーダーシップだとか、例えばね、それこそヒカルさんか。ヒカルさんとかの、 ところの、に、山とか山歩になるような形で、ヒカルさんがマリオネットになってお、として、えー、動かすとかとかの、の方が多分安定はすると思います。うん。まあ、現実的には難しいですけどね。まあ、もしろん、うん。事務所のところに、えー、そういった、えー、 えー、社外監査室みたいなね、感じで、よく一般の企業だとね、えー、観、観室とかっていうのを、えー、置いたりとかやって、男性者機関のところとかからね、見て、えー、それで、あのーお、公平性を期するみたいなところとかあったりするんですけど、うん、そういったようなね、感じのことにつなげていくような、うん、こういうこととかにできるようなところの方がいいのか、まあでも、 まあ、っていう節目には来てると思います。年齢的にもね。これから、あの、見てるファンの子たちが社会人とかになってくるところなんで、どちらにしろ、あの、視聴数が、これから少年派なんですよ。うん。うん、で、正直、だから、コムドットが、フィッシャーズ東海のような感じになってくのか、引き取らみたいな感じになってくのかっていう、一つ、えー、なんか境目の、 ところで分水嶺で、ね、前まではね、いや、絶対的にコムロットがその一手閉めてたと思うんだけどね、なんか見てるとね、最近、平イの方がその、うん、安定圏のところを取れてる気がするんだよなーっていうところがあったりするんで、わかりませんけどね、うん。まあまあ、もちろん、あの、って言ってもうちのチャンネルとは非のにならないお客さんがいるのはね、間違いないですから、あれなんですけど。 なんて言ったらいいのかなこれはね、若い子だとね、なかなかピンとこないし、今ね、マトさんとかが25、6でしょで、だから30を超えた人たちが今再生する企画で、でね、えー、どんどん伸び悩んでて困ってるよってなってますけど、えー、結局、一番大きいのは、あの、うちやの世代で、社会人で働いてる人たちはね、わかる、あの、 わかると思う。同世代とか30代とかになってくると、あの、本当にね、忙しいです。うん。あの、仕事がね、忙しくなって、で、さらに家庭を持ったりするとね、えー、家庭のことにも時間を割かないときに、要は、自分に避ける時間がどんどん減っていくんですよ。で、その減り具合が、あの、日本人って、あの、海外と比べてみると、本当にあの、 残る時間がすごく少なくて、その残、すく、そもそも2時間ぐらい少ないんですよ。その2時間ぐらい少ない中でね、アメリカとかと比べるとね、あの、アメリカとかだと、あもっと自分のためにとか時間ができる。これ単純に、あの、労働時間の差とか、そういうのもあ結構大きい感じがありますけどね。うん。で、え、いうのを見てきたときにね。 えー、その時間が少ない。で、さらにそれを今度、キャリアアップのためのね、勉強に使わないといけないとか、そういうような感じとかが入ってきますよね。えー、っていうと、本当に全然見る時間がどんどんなくなってくるんですよ。だから、若い時は、20代の時は、20代、ね、学生の時なんかはね、1日4時間くらい動画を見る時間がありました。それがね、2時間、1時間とかってなってくるわけです。そうすると、今まで4チャンネルくらいはね、チェックできたよっていうのが、これが半分とかになって。 で、最終的に、あ、もう、の問題に忙しくても、このチャンネルだけは見ようっていうふうに、1チャンネルだけは残ってったりする。1、一か2とかなるよ。だから、あの、それが1に残れる、だから東海オンエアとかなんですけど、東海オンエアとかは残ったから、 今も再生とか維持ができてる。まあ、それでも減ってきてるっていうのは、やっぱり、あの、あの子育てとかそういうような、さらに時間が削られるっていうのがあったりするんで。で、あとね、多分、東海県のところ、あの、一時期、あの、わと増えとった時期に、社会人でもちょっと、あの、半導体の営業とかで結構、東海地方の車産業全体が、あの、残業がすごく減ったところから、今ね、実はそのあたりが、半導体の回復とか、調達の復旧とかで、挽回。 生産とかやってたりする、え、たり、あ、あって、いや、ピーク生産とかにな、に戻ってったりしてるんで、それで残業とかがバカバカといてて、さらに見る時間が減ってるとかっていうのは、多分東海に減ってるとかには、それあたりの影響あると思う。やっぱ東海地方で、やっぱし絶対的に強いところもあるんで、で、いうようなところとかもあったりしますんでね。うん、っていうようなところとかで。まあ、あとは、まあ、難しいところで、 えーっと、YouTube 内で行くと、あとは、配信税が、やっぱ、全盛を占めてきているっていうところで行くと、うん、配信税は逆に、再生とか、二0再生とかでも、えー、あの、成り立つっゃ成り立つあの、スパチャ次第なんで、うん、あっちの方がね、とかがあったりするんで、えー、そのあたりとかで、やっぱり今、配信やる人が増えてる。まあ、これ、あの、手軽に始めるんで、 いかんせん手軽に始めれるんで、企画みたいにね、凝ったことをいろいろやらないといけないとかないし、えー、そういうこか、かね、必要な機材もカメラ一つと最悪、最悪スマホ一つでできる。まあまあ、撮影もできるんですょう。で、編集とかをね、覚えるとかもない。まあ、その代わりに実はその、撮影、ね、その、配信機材の動かし方とかそういうのは実はあったりするんですけど、ちゃんとやろうと思うとね、うん。 とか、あとは、あの、絶対 NG なね、あの、ところの、あの、は、生配信だとそのまま垂れ流しになっちゃうんで、えー、それはできないよっていうところとか難しかったりとかがあったりするんで、結構、気軽に始めて、あの、できなくなってくる人が多いのも事実ではあったりするんですけどね。うん。まあ、まあ、それはまたちょっと別の話になってきますからね。まあ、とにかく、やっぱりこのね、三本符で、これはね、 大きいんじゃないかなと思います。逆に言うと、あの、安定してたと、えー、そうやっていくるところには実は参謀ありき、ありっていうところがね、感じられるななんてことも思いますけどね。うん。まあ、会社もそうですよね。うん。参謀役が機能してるかどうかっては結構、でかいですよね。うん。だから参本役が、あの、 いなかったかた、本当にいなかったかたびにビッグモーターなんかああなっちゃってるわけでしょ。本当に三歩役いなかったみたいですよね、あの感じ。うん。そういうところとかがね、これ昔はね、うん。その代わりに三歩役を置いてて、あの、本当に有能じゃない三歩を置いちゃうと今度スピードが低下する。成長スピードが低下するとかって言ってね。こういう低下っていうのはね、難しくて、 あの、時に、あの少しのだけの成長っていうのは、時にそれは、あの、停滞ですらなく、交代であったりする場面もありますからね。まあまあまあ、日本の場合は全体が後退してるので、なんとも難しいところなんですけど、うん、維持してたら交代っていう感じもありますからね。ああ、そのあたりとかがね。うん。逆に言うと、なんからそのあたりの張り合いとかを、 どうするのか、まあだから、フォンとね、出てきて、スタートダッシュの時はね、うん、まさに参謀不在でもバチバチと、えー、いけたりしますけど、そこからね、どうやって参謀をね、え、がついてきて、うん。だから参謀の育成とか、そういうのも難しくなってくるところだったりしますけどね。大事なのは、その参謀役の人に、急ブレーキをかける形態があるか、もしくは急ブレーキをかけるだけの力があるか、えー、そのあたりが、 今後、コムロットが成長していく上では、えー、重要になってくるから、もうこれだけの大きい船にはなってますからね、減った減ったって言われてますから、390万いるわけですよ。えー、だいたい動画の再生も、今100万、ほ、ま、ら100万あるよね、えー、ですからね、うん。まあ、そういうようなところとかがどうなってくるか。まあ、そのたりをね、ここまでレッしてるのを見てみるとね、ああ、なんてひどいんだと。 ああ、お前が言うかっていう状況で、ね、まあ差し置いてたんですけどね。はあ、まあ、そんなところらへんかな、というところです。まあ、他にもね、うん、気になることがいろいろありましたよ。あの、あの23時にどれ、前本さんが無機嫌の活動休止になったとかね、あの、あの、配信見ましたけどね。うん、まあ、配信は配信でね、うん 大変なところもあの、うちが、今、それはこそうちがあまり配信ができていない理由でもあったりするんですけど、うん、まあ、うちの場合はどっちか設備名のこの,、ねえー、の問題が大きいか、時間とね、え投稿時間と設備名の問題が大きかったりするんで、う、えー、あれですからね、それでもまあ一応ね、10年以上、10年か、もうすぐね、一応、10年目なのかな、今、うん、配信開始からね。 あ一応そっちの方も長いことやってるんで。うでそれあたりそのありで、なんかちょっと語られたなと思ってます。まあ、もしかしたら、あの、これ、金曜日投げれてるかな、えー、だと思いますけど、うん。あの、まさに今これ、マイボトさんの配信見終わった後で、ね、撮ってるんですけどね。は ちょっと空だりとかもね、なんかね、生放送かなんかで、ね、喋れたらなとも思ってますけど、まあもしかしたらこんな感じでちょっと録音になるかもしれない。ちょっとわからないです。ええー、っていう感じでございます。というところですね。まあ今回はこれぐらいかな。つまらない話だし,して。はい、うん。ああ、して、カロリー消費したちょっと眠くなってきたんで。 まあ、いい時間ぐらい喋った ?1 時間近くは喋ったかなっていうことなんでね。まあ、このあたりでね。へえ、この話はね。終わりにして。まあ、こういったね、グループとかそういうのを見るときのね、ポイントとしてね。うん。これかね、グループ系 YouTuber がやりたいよって人はね。まあ、その志をね、持ってね、実際に YouTube に投稿をしたよっていうところまで行ってたら、もう、それだけ十分行動力はあるんで。登録者が10人だろうが何だろうがね。 そこら辺のところ。まずは、最初はそういうこと三本立ちばーっと言ったももね。えーまあ、そこでもしかしてちょっと、あの、こけることもあるかもしれませんけど、まあ、そのためにはこけない。こけた時に体勢に体力とかがあるかどうかっていうのが大きくなったりしますけど、えー、絶対人生の大道で生きれる、生きる人間なんていないですから。なのに、ね、あの、成人君子を求めちゃうんだよね。日本人という人は。 結果的に隠蔽が得意な人が一度、っダメじゃんって、っていうところだとしますんでね。そのあたりとかもね、まあ、踏まえ、あまあ、てね、やっていくときに、大事なのはその三歩役のところ。で、を置くっていう、名三歩を置けるかどうかっていうのが大事になってくる。で、えー、これはね、あの、止めるだけじゃないですかね。あの、止めるだけの人に、ね、いや、それはどうなのどうなのっていうだけの、えー、人だったら、それはね、あの、ただの、あの、下手でなんで、えー、三歩じゃない ないですからね。参謀というのはそこに対して、えー、こういうリスクがあるけどどうなんですかみたいな感じのことを言える人が参謀向きだと思います。向きはそういうそこら辺を心がけてますけどねそのリスクのところいやそのやり方だとこういうようなあの問題点は思えてくるけどそこのところのケアはどうするのみたいなことをね、まあ、言う。で大体言うんで面倒くさかられて大体リーダーあの,ああの 情緒がね、変わった時に、あの、真っ先に首切られちゃうんですけどね。イエスバーンしかいらねって言われるとね、きっちーっていうところだったりしますけどね。あまあ、これはね、日本の社会全体の問題の話になってくるでかい話になっちゃうんでね。まあ、またそれは、また別の機会にというところだったりしますけど。ね。 えー、ですから、まあ、これからね、YouTube を始めたよという人は、まあ、その辺でねあと、人を集めてね、撮影とかをしまいた。まあ、それぞれ行動力あります。あとはね、編集とかやって、投稿でき、投稿までくじつけたって言ったら、もうそれだけ十分行動力ありますから。あとはそのあたり、えー、自分、まあ、とりあえず自分で考えてね、やるっていうので、えー、参謀やっけんみたいな感じで、最初のうちだけはちょっと回すのはありなんですけど、えー、最終的には参謀みたいな人を、 その辺りとかを判断してね、置けるのがいい。置けるのがいい。で、あの、置けなかったら置けなかったで、ね、そこら辺のリ,リスク管理ね、のところとか、急、えー、ブレーキかけれる、自分以外に急ブレーキをかける存在っていうのをちゃんと権限を持たせないようなね、部下を育てるとか、そういったようなところとかも、一つまた重要になってくるんだろうなっていうのを頭に入れて、えー、活動していくと、また、えー、いい。 え、組織になっていくんじゃないか。まあ、組織づくりですね。え <laughs>、そっちの方ですけど。まあ、その組織づくりっていう風な見方でいくと、ファンも組織づくられた感じで作れるんで、あの強い組織になるんで、お客さんを含めてっていうことですね。うん。っていうのができるのっていうものを、えー、焼いたらいいなぁと思いながら、うちのところは15年目、動画投稿15年、もうすぐ15年目突入で、えー、 400人 ?400 人で340人だ。340人でね、細々とやっと,るというわけでございますと。全くもって、つまり、えー、全くもって、えー、説得力のない言葉なのでね、結局聞き流した方のが良かったな。じゃあ、つまらない話ということで。えー、つまらない話はこれぐらいでね、えー、締めさせていただきたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。あ、ちなみに、 あの、話してたことの大事な要点は概要欄にまとめときます。それ見たら1分でわかりますと思いますんで、<laughs> もともともないですけど、えー、そんな感じでいいかなと思います。どうも。またなんか思ったら喋るか、まあ。もしかしたら、あの、そう、またあれだったコメント欄にちょっといただきたいですけど、夜中の3時とかに、 と配信を始めても、あの、しかもその場合には相当多分高校へでの配信はあの夜中なんでね、あんまり大きな声が出せない防音室もないんで、えー、 にはなると思いますけど、それでもいいよとかってどうなのかないやいや、その時間とかにね、その、ライブ配信の通知とか来られるの、ちょっと迷惑だな、まあ。いろいろね、ちょっと意見をいただければと思います。コメントで、ね、いろいろと意見いただければと思います。ということで、ね、この動画はこれくらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、55分で。